日本放送協会日本放送協会の遠隔この項目では日本放送協会の遠隔について説明する。便宜上 NHK の遠隔を次のように区分した。放送三局時代社団、法人時代特殊法人化後の昭和時代、平成時代のうち20世紀21世紀、あたご山当時の東京放送局、現在当地には NHK 放送博物館がある。 1923年、1924年、1925年にも放送強化、ポコーソ 中央テレビ申し込み取り次書1926年1927年1928年1930年1931年1933年1934年1935年1936年1937年19308年1939年1940年 1941年1943年1945年1946年1948ねん、190510ねん、190511ね年190512ねん、1 9 0 5 1 5 0年190514ねん、190516ねん、190517ねん、190518ねん、190519ね1906 1960年1961年1962年1963年1964年1965年1966年1967年1968年1969年1970年1971年1 9 7 2年1 9 7 3年,19 07, 年1974年1975年 年1977年1978年1979年1982年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1989年1990年,1990年1991年1992年1993年1994 年1995年1996年1997年1998年1999年に、千0 0年に、千0年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 年に、千0一年年に、千0三年年に、千0年年に、千四0年に、千四年年に、千四1年に、千四年年に、千四年年に、千四年年に、年に、年に、 2016年に、2017年に、2018年に、2019年に、2020年、江藤敦氏曰く連合国占領下には連合国軍、最高司令官総司令部民間情報教育局の統制下に置かれ、ウオギルトインフォーメーションプログラムと日本国民を占領政策、社会、政治改革のすべてで、親米的にする対日心理戦略の下、放送を行ったらしい。 NHK の設備の一部は接収され、W で始まる米国式コールサインによる占領軍向け英語放送が行われた。この放送は NHK 内部では第三放送と呼ばれた。日本の再独立によって接収は解かれ、第三放送は終了したが、一部地域では周波数は変換されず米軍施設内から直接放送されることとなった。これが 現在の AFN であり、今も東京横田局、三沢局、岩国局、佐世保局及び沖縄局の5局が残っている。一般の日本人が視聴できるラジオ局は、基本的に AAM ラジオ局に限られ、テレビ放送については、特殊方式などを導入することで一般の日本人が視聴できない仕組みに移行させている途上である。なお、日本放送史上初の風刺コメディ番組、 日曜娯楽番も占領下で誕生した番組であった。検閲家でありながら、天皇や政治家限定的ではあるが、アメリカ絡みの風刺がコント形式で比較的自由になされ、日本のお笑い番組の先駆けともなった。ありがとうございます。